形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、またまたこちらですね、僕が世の中で一番好きなバイクって言ってですね、愛してやまないバイクはこの GSX-R1000 っていうバイクなんですけども、また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 みたいな感じで GSX-R1000 をですね仕入れをしました。この車両は業者用の仕入れオークションがあるんですけども、まあ魚屋さんが豊洲で魚を仕入れるみたいな感じで、バイク屋にもですね、バイク屋さんしか入れない業者のオークションというものがあって、そこで仕入れをしているわけなんですけども、そこにこちらのバイクが出品になっていたと。で、もうですね、このカラーリング自体がですよ、珍しくないですか。オレンジですよ。はい、まずパーンってこう目を引くようなんですね、このカラーリングで、まずカラーリングに一目惚れをしたとっていうところでございますし、やっぱりですね、スーパースポーツ乗ったらやっぱりカスタムしたいって思う方いっぱいいると思うんですけど、僕もカスタム大好きなので、SS に乗ったらやりたいカスタムが結構なってるんですよね。なんて言うんだろう、例えばですけども、オイルフィラーキャップとかバーエンドとかって変えると、まあ見た目はかっこよくなるし、こうおしゃれでワンポイント上がるけども、性能はですね、なんだ変わらないじゃないですか。でもやっぱりですね、スーパースポーツに乗るとやっぱりどうしてもですね、みんなレースが好きな、レーサーの走ってるマシンとかが好きな方がこうスーパースポーツも好きって方は多いので、やっぱりこうレーサーに近づけていきたいっていうカスタムがですね非常に多いんですけども、そんな中でですね、やっぱりこういうバックステップとか、例えばこれブレンボのキャリパー、高級なものがついてるマスターブレンボなんですけども、こういうところにお金をかけるカスタムっていうのがですね、SS では非常に評価をされるというところでございますし、性能もアップというところでございまして、まあこちらのバイクが出品だって、わーと思ってですね、入札をバーっていう風にして、落札をしたという風になっております。まあですね、この YouTube をいつも見ていただいている方からすると、またR1000かよみたいなですね、どんだけお前好きなのよみたいな感じあると思うんですけども、まあですね、僕が愛してやまないバイクを今日またテンションを上げ上げでですね、紹介させていただくという風になっております。はい。で、こちらの GSX-R1000 は、まあ、シリーズが長いんですけども、販売 年月が。はい。で、その中でも2007年のモデルでございます。はい。で、2007年を鈴木は K7 って言ったりするんですけども、K7、K8 っていうのが一つのシリーズなんですよ。はい。で、まあ僕がですね、大学時代に乗ってたのは K6 なんですけども、K7 からですね、大きく変わったのが、まず、マフラーがですね、2本出しになったんですよ。バーンとですね、かっこいいですよね。で、この、K7、K8 でですね、すごいこう思い出すのが、鈴鹿8歳ですね。加賀山選手がこのマシン乗って、非常にかっこいい走りをですね、見せてくれて。まあ、K7、K8 が2本出しと。で、この後 KQL0 も2本出しなんですよ。で、この K7、K8 の2本出しと、KQL0 の2本出しっていうのはですね、またちょっと違うんですよ。はい。純正マフラー、K7、K8 はこういうスタイルですけども、K9 からですね、ちょっとこう、ニューンっていうですね、スタイルのマフラーに変わっていて、あとはですね、細かいこと言うと、クラッチがですね、K7、K8 は油圧クラッチなんですよ、唯一。はい。で、K9 からまたワイヤークラッチに戻ってるので、この辺はですね、結構 K7、K8 っていうのはマニアが乗るんですね。はい。油圧クラッチで2本出しですね、この GSX-R シリーズですね、これしかないというところでございますので、まあ、非常にこう、弾数もやっぱり少なくなってきたし、2007年、2008年っていうのは、要はですね、12年前とかになっちゃうんですね。12年、13年前になっちゃうので、やっぱりこう、いい球がなかなか少なくなってきたというふうになっておりますので、非常にですね、こちらのバイク、状態めっちゃいいです。はい。そして、カスタムもいっぱいになっているので、めちゃくちゃですね、おすすめでございますし、価格もですね、お得になっているというふうになっております。はい。で、まだ今日はですね、プライスカードはまだ仕入れたばっかなので、プライスカードできてないので、でもですね、プライスカードに載せる情報も決まっておりますので、読んでいきたいと思っております。はい。スズキの GSX-R1000 の K7 オレンジでございます。走行距離は 24,733 キロですので、まだまだ走りますね。全然大丈夫です。中古車で、ああ損害距離だよねみたいな感じなので、全然これからという感じですね。はい。で、フロントタイヤ、リアタイヤともですね、減っておりますので、おかげさまですね、減っておりますので、次、大事にしてくれるオーナーさんに販売させていただくときは、前タイヤ、後ろタイヤ、新品にですね、このお車をさせていただきますので、やっぱりそういうところ嬉しいですよね。こう、消耗品関係をパッとですね、こう新しくして乗っていただくと。やっぱりスーパースポーツはタイヤがですね、非常に大事なので、やっぱり年数経ってるタイヤ、減ってるタイヤとか結構危ないですからね。はい。で、車両価格がですね、先にお伝えすると、764,000円に消費税というふうになっておりますので、税込みすると84,400円というふうになっておりますので、相場からしてもですね、非常にお得だと思います。R1000 の K7、K8 って中古車相場は大体ですね、車両価格が
今80万前後なんですね。はい、79万9900円とかでグーバイク結構出たりするんですけども、まあ78万円79万円80万弱とかちょっとこういい状態で82万とか出てるんですけども、まあこれはですね、ここまでお金かかった数もなってて状態もよくて84万税込みっていうのはですね、非常にお買い得だと思います。はい、で登録代、あの車両価格の他にかかってくる諸費用なんですけども、登録代行費用が1万5000円と、護納車整備費用が5万円で、現在車検が切れておりますので、お客様に車検を2年取得させていただいた状態で護納車させていただくというふうになっておりますので、自賠責保険、重量税、印紙代がかかってきて、あとは車検代行手数料が1万円かかってくるというところでございますので、ぜひですね、この動画の下にこのバイクの詳細ページの URL リンク、ウェビックバイクウェブのリンク貼っておきますので、そこを押していただくと、あの諸費用とか乗り出し価格も全部出ますので、見ていただければなと思っております。はい、で、セールスポイントとしてはですね、ヘッドライトのロービームが HID になっております。はい、で、あとはブレンボのキャリパーですね。はい、もちろん左右ついてますよ、こっち側だけじゃないですからね。はい、このブレンボのキャリパーってですね、実はブレンボのキャリパーって一概に一言で言ったとしても、いっぱい値段設定があるんですよ。安いブレンボキャリパーもあるし、高級なモノブロック、アルミの削り出しのですね、キャリパーもあるし、非常にですね、いろいろある中でこれはですね、結構いいラインなんですよ。はい、黒に赤文字のブレンボというですね、非常にかっこいい見た目でございますし、性能もいいと。はい、あとはフロントブレーキホースがステンメッシュのブラックにですね、変わっておりまして、かっこよくなっております。はい、あとこれ SNS でカスタムすると大体みんなやりますね。はい、お尻が非常にスッキリして見ると、フェンダーレスキットもついております。はい、でタンクパッド、これですね、傷防止のタンクパッドもついております。そしてストライカーのバックステップキット、この年式の R1000 って純正のステップってシルバーなんですよ。なんでシルバーって思っちゃうんですけども、メインフレーム、そしてスイングアーム黒、この辺黒で統一されてるんだから、絶対黒の方がかっこいいというふうに思っておりますので、まあですね、しかも、おしゃれの鉄則的に言うとですね、こういう派手な色があるときはですね、他はキッズ抑えた方がですね、よりオレンジが映えるんですよ。これはですね、おしゃれの鉄則で、例えば、虎柄のファーのついたジャンパーを着るってなったら、下はですよ、黒のスキニーとか。そういう方がいいわけですよね。はい、上もトラのファーで、下ボーダーみたいな感じだったら、わーみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりですね、おしゃれはこう何かを目指したいときは、他は抑えた方がいいと。なので、結構うちのお客様でもセンスのいい方がいっぱいいらっしゃるんですけども、こういうバイクはですね、やっぱりオレンジだと、いろいろオレンジに実際したくなっちゃうんですよ。例えばこういうエンジンのポイント全部オレンジにするとか、バックステップもオレンジにして、ホイールもオレンジにしちゃってとかですね、もういろいろこう、やろうと思えばあるんですけども、実はですね、こういうオレンジのバイクっていうのは、他はなるべくシュッとこう、シンプルにした方が、よりセンスよくかっこよくなると。まあ、オレンジにするならば、もうとことんした方がいいですかね、逆に。はい。っていうような感じとなっておりますので、非常にですね、この黒のステップっていうのは、引き締まってですね、足元がピッと締まるので、非常にかっこいいと思っております。はい。で、ブレンボのフロントブレーキマスターがついております。これですね、いいんですよ。ブレンボって、まあ、確かに、見た目的にもかっこいいし、うわカスタムになってるみたいな感じしますけども、レーサーでブレンボが使われる理由っていうのはですね、ちゃんとあって、性能がまずめちゃくちゃいいんですよ。でどういう風にいいかっていうと、これですね、ブレンボを味わった方にはすごい分かってもらえると思うんですけども、例えばっていうかあれだな、ブレンボのブレーキに換装すると何がいいかっていうと、ブレーキの可動域の幅がですね、めちゃくちゃ広がるし、そのコントロールがですね、すごいしやすいんですよ。例えばの話、純正のブレーキ一式だとすると、乗ってて、猫が飛び出してきて、急ブレーキバーンっていう時はもう入力具合で100とかじゃないですか。で、コーナーに、バンバンってこう入っていくってなった時って、シューってこう、ちょっとこうコントロールするじゃないですか。例えば入力が30から50だとして、まあ通常握った以上が0だとすると、純正ブレーキっていうのは、まあ超ざっくり言うとですよ。コントロールできる範囲が0か30、50、100っていうですね。この 4つに区切られたところでしかこうできないんですけども、ブレンボっていうのは、もう0から1、2、3、4、6、10って100まで、もうめちゃくちゃですね、細かいところまでいっぱい幅広くブレーキをですね、こうコントロールできるので、なのでこうレーサーにもですね、使われているというのはそういう理由なんですね。はい。バイクのタイヤのグリップっていうのはですね、まあもちろんバイクってこうタイヤで走ってるわけじゃないですか、地面に設置してるんでタイヤだけじゃないですか。で、
こうバーって走ってて加速していくっていう時もブレーキをかけるっていう時も結局コントロールするのってタイヤと地面の接地してるところでしかコントロールできないわけじゃないですか。なのでブレーキが一番効くって言われてるポイントってロックする寸前って言われてるんですね。タイヤがブレーキでロックしてしまう寸前が一番美味しいところっていう、こうレーサーの人たちって一番美味しいところとかっていう発言をするんですけども、一番美味しいところはそのロックする寸前なんですよね。でそこをこう探りながらこうブレーキをコントロールして、あんな350キロとかのスピードをですねガーッと抑え込んでバー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 ってギアを通してフワーンってこういってタイヤのエンドを使ってグリップでこうかませていったりするわけですよ。はい、なのでブレンボっていうのはそのブレーキのコントロールできる範囲がめちゃくちゃ広いし自在に操れるっていうところがあるのですごい人気というふうになっております。この握り心地がですね、あこの分かるんですよ、これがこうここの美味しい部分みたいな感じで結構こうできるのでそこがすごいいいとこというふうになっております。はい、すごく長くなっちゃったんですけども、はい、でブレンボのマスターに合わせてセットでついてくるんですけども、ブレンボのブレーキレバーとブレンボのブレーキフードタンクもついております。はい、あとはあっち側ですけどゴールドのスプロケットとチェーンがついておりまして、そしてあとフロントリアタイヤ新品サービスっていうのがセールスポイントというふうにやっておりまして、もちろん初費用の中には車検2年取得の費用も含まれているというところでございます。はい、でご納車整備費用の5万円で実際何をするのっていう話なんですけども、うちではですね工場長を中心にお客様に安心安全に乗っていただけるところにがっちりがっつり整備をさせていただきます。はい、タイヤの空気圧チェーン調整なんて当たり前の話なんですけども、各部消耗品関係全部チェックしていてダメだったのは全部染み交換すると、でもちろんフィルカーですのでカールも外しタンクも外しエアクリーナーボックス、スロットルボディ、インジェクター、点火プラグ等々を見ていって、あとは配線環境を見ていって全部バリッとした状態ですね、この納車をさせていただくと。で当店ではワコーズのケミカルを中心に扱っておりますんで油脂も全部新品に交換いたします。エンジンより 100% 化学合成の EO ですねに新品に交換させていただいて、あとはエンジンを冷やす冷却水も、ワコーズのクラントを新品に入れ替えさせていただいて、ブレーキフード、クラッチフード、そしてリアブレーキフードもワコーズのドット4に交換をさせていただいてリフレッシュした状態ですね、この納車をさせていただきます。で、その内容からするとですね、5万円というのはめちゃくちゃお買い得ですし、タイヤもですね前後新品もその費用に含まれておりますので、こういうタイヤサイズですねバイクショップにコーチも込みで依頼をするってなったら安いタイヤを選んだとしてもやっぱり5、6万してくるので、そう考えるとその分もですねサービスになっているというのは非常にお買い得だと思いますし、納車整備中に例えばうわここダメじゃんとかあっこダメじゃんバラシ見たらダメだっけってなってお客様にすいませんちょっとバラシ見たらここダメだったんで請求させてくださいっていう風なことはですねもう一切ございませんのでご安心いただければと思っております。はい、ではそんな感じですね、各部いろいろ見ていきたいんですけども、まず最初に言った通りめちゃくちゃ綺麗なんですよ。大きな転倒技術とか立ち置き技術とかも全然ないですし、めちゃくちゃ綺麗な状態なんですけども、やっぱり中古車ですので使用に伴う傷等々ありますので、そういうところもバッチリとですね紹介させていただきたいと思っております。はい、ではどうぞ。はい、ではまずアッパーカウルを見ていくと非常にですね綺麗な状態で、このヘッドライトの形がですね K7KH 独特なんですよね、細めのピシッという感じですね、こうシリーズでいうと K3 とかの顔に似てるなみたいな、あのヘッドライトが、はい、で非常に綺麗な状態でございます。はい、フロントフェンダーも非常に綺麗な状態ですし、フロントフォークのインナーチューブも点サビやウルモレ等もないので非常に綺麗な状態となっております。そしてこのブレンボのですね高級キャリパーがついております。で中古車でしょうがないし年式そうだとは思うんですけども、ブレーキディスクのインナーローターのところですね、ちょっとこう黒い部分が一部塗装剥がれとかがあるような感じですね。はい、ただ仕様には何ら問題ないと。でホイールもすごい綺麗ですね。はい、でここら辺も見ていただくとラジエーターオイルクーラーとかですね、非常にこの綺麗な状態となっております。はい、で皆様にですね、まあ、このバイク以外にも当店以外でも中古車購入されるってなった時にバイクショップさんでやっぱり見た方がいいのが、まあ、なかなか見せてくれるかは分かんないですけども、こういう車前とかですね、こういうところとかも非常に重要なポイントになってきますし、屋外保管されてたバイクとかとこういうところめちゃくちゃ錆びてるので、これは非常に綺麗な状態ですのでご安心いただければと思っております。はい、でこれがですねブレンボのマスターズ、もうオーラが違いますねこの辺の。はい、そしてサイドカウルめちゃくちゃ綺麗ですね。で一部ここに若干塗装が多分飛び石か何かがヒットしたんだと思うんですけども、本当にちょっとですね、爪よりもちっちゃい本当にちょっとですけどもあると。でそれ以外全然気づかないですね、すごい綺麗な状態でございます。でエンジンもすごい綺麗 でタンクもですねめちゃくちゃ綺麗でございます。このオレンジのラインかっこいいな。はい、でテールサイドカウルも非常に綺麗な状態で、シートも破れほつれともなく綺麗な状態となっております。はい、そしてストライカーのバックステップキット、
はい、そして、マフラーもですね非常に綺麗でございます。で、あの一部ですね、ちょっと髪の毛みたいな線傷があったりとかするんですけども、あとはサイレンサーの部分ですね、ちょっとこういうところに多分これガレージかなんか出すときにちょっと当たったような感じなんですけども、ちょん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 とあるけども、まあ、あの全体的には大きな傷やへこみもなく非常に綺麗な状態となっております。はい、でスイングアーム見てください。これですね、スイングアーム綺麗にしてる SS 塗りってかっこいいんですよ。はい、で前のオーナーさんはですね、多分僕と同じセンスをお持ちなのか、リアフェンダーとか丸とですねもう外したんですよね。あの鈴木のこの年式のレーサーマシンってこの辺もう何もないので、あのそれを意識してですね、僕も KL6 の乗った時は全部外してましたね。これはチェーンカバーついてますけども、僕はリアフェンダーチェーンカバー全部外してたので、はい、雨の日は絶対走れないという感じなんですけど、これはリアフェンダー今取り外しちゃう状態でございます。でリアホイールもですね、はい、非常に綺麗な状態となっております。はい、そしてフェンダーレスキットがついていると。でこちら見ていただくとチェーンとスプロケットゴールドがついておりますね。はい、でこっち側のマフラーもあの傷やへこみ等はないんですけども、まあ、こういうところにちょっとね、多分またこれもガレージとかにちょっと当たっちゃったんだろうなっていうちょんちょんとしたものがあるくらいというふうになっております。テールサイドカウルもですね、あ、ここにちょっとあれですね、これよくあるんですよね、股があった時とか降りる時とかにブーツの肩がちょっと当たっちゃうみたいな。でもこれあの表面がへこんでるわけじゃないので、おそらくコンパウンドで根気よく磨けば落ちるかなくらいの、あの髪の毛くらいの傷というふうになってます。見えますか、ここですね、ここからここ 見えないかな、まあそのくらいの全然目立たない傷でございます。はい、でタンクも非常に綺麗な状態で、サイドカルですね、もう何も傷がない、すごい綺麗ですね。はい、エンジンも綺麗ですし、ジェネレーターカバー、はい、でミラーとかレバー、バーのもすごい綺麗な状態となっております。はい、こんな感じでですね、めちゃくちゃ綺麗で状態のいい K7、 おそらくもうこれが最後なんじゃないかなと思うくらい状態が良くてですね、でやっぱりやりたいカスタムになっているというところでございます。あ、そうだ、もう一つ忘れてました、ホーンがですね実は変わってるんですよ。ではちょっと鳴らしてみたいと思います。これホーンですね。はい、ちょっと大きいのに変わってます。いきますよ。あ、いいっすね。はい、という感じになっております。ではリフトを下げてですね、上の方も見ていきたいと思います。はい、では上の方も見ていくとこんな感じですね。タンクも非常に綺麗な状態となっております。あとは鍵でですね、タンデムシートよいしょ、はい、こんな感じで意外とですね、収納はできると。長財布が3つくらいですね、まあ、長財布3つは持ち歩きいないですけど長財布、スマホ、タバコの箱は入る感じですね。はい、で、メーターの方を見ていくと、まずハンドル周りこんな感じですね、油圧クラッチこれですね。はい、で、ブレンボのブレーキフィルター、ここにブレンボの B というロゴが入っていると。で、ブレンボのマスターですね、かっこいいですね。でこうコックピット周りですね、ライダーの目線がすぐ行くの でこういう風にブレンボのマークあると非常にかっこいいという風になっております。はい、でメーターをオンにしていくと結構必要な情報がちゃんと入ってくるメーターで、まず回転数ですね。でこれシフト、今ギア何速に入ってるか、今ニュートラルなんで0になってるんですけど、1から6速まで、これはスピード、でこれ走行距離24,733km で、ここに水温と、あとですねボタンを押していくとトリップ A、 トリップ B と、はい、時間というふうに表示がなります。では実際ですね、エンジンもかけてみたいと思います。約180馬力ですからね、はい、直列4気筒のスズキのスーパースポーツのサウンドと、これ純正マフラーですからね、はい、車外マフラー変えるのどんなやねんみたいな感じの音となっております。はい、ではまた戻っていただいて、こちらバイクを紹介させていただきました。いやもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。でカスタムしっかりなっていて、まあやっぱりですね、僕だったらちょっとマフラー変えたいなっていう気持ちはあります。で K7K8 のマフラーってですね、
今結構少ないんですよね、買えるのが。なので、まあ、そこら辺もですね、ご相談いただければなと思っておりますし、ここからカスタムしてのご動画はもちろん大歓迎でございますので、おっしゃっていただければと思っております。はい。で、先ほどもお伝えした通り、こちらのバイク、ウェビクバイクラビの方に掲載をしております。URL が飛んでいただくと、まこちゃんがですね、このバイクをすごいかっこよくいっぱい写真を撮ってくれてるので、その写真も見ていただいて、初費用とか情報もいろいろ載っておりますので、見ていただいて、いいな、このバイクと思った方はですね、在庫確認見積もりっていうところがありますんで、そこのボタンを押すと、お客様の情報を打つページに飛びます。はい。で、バーっていただいて、送信ですると、うちの方に見積もり依頼が届きます。で、いただいた情報をもとに、うちの方で見積もりを作成させていただいて、返信をさせていただくと。で、こう、やり取りをさせていただいて、ご条件が合えば、ご契約というような流れとなっております。はい。で、おっさどりもあるよっていう方はですね、最近非常に多くなってきたんですけども、おっさどりも当店大歓迎でございます。はい。で、地元のお客様ですとすぐ査定に伺うんですけども、ちょっと遠方のお客様でなかなか下取り見せることができないっていう場合はですね、当店では LINE で査定ができるというふうになっておりますので、お下取り予定の車両の写真をいっぱい撮っていただいて、あとは車検証の写真も送っていただけると、それで査定ができます。はい。で、最近多くなってきたのは YouTube でですね、見ていただいてご購入いただくと。で、そういう方たちはですね、結構最近本当にいらっしゃるのは、実車を結局見ないで、お客様の友達に届くまで実車を見ないでご購入いただくという方が多くなってまいりまして、やっぱりですね、YouTube でいろいろお伝えしているので、見なくても大丈夫だ、安心だって言っていただいて、はい、ご購入いただくという方が増えてまいりました。はい。で、基本的にはですね、ご来店いただいて、ご納車式をさせていただいて、乗って帰られるというふうに お願いしてるんですけども、ちょっと県外のお客様でご来店納車が厳しいという場合はですね、配送業者さんに依頼をかけて、配送することも可能でございます。はい。例えば、当店からお客様がご自宅、埼玉県深谷市だとして、今日は神奈川県の横浜にしようかな。はい。神奈川県の横浜だとして、お客さんご自宅までドアトゥードアで送るとなると多分3万5000、4万円くらいするんですよね。はい。で、やっぱり安くしたいところだと思いますんで、安くする方法があります。はい。そうですね。配送業者さんって全国にデポがいっぱいあるんですよ。なので、そのデポまでで止めておく。例えば横浜市在住の方ですと、横浜デポという大きいデポがあるんですよ。はい。なので、当店から配送業者さんにお願いして、横浜デポまで止めておいてもらう。で、横浜デポに到着したら、配送業者さんがお客さんの携帯に電話が行ってますので、電話が来たら1週間以内くらいに取りに行っていただいて、乗って帰るっていうふうにすると、配送料がガコン安くなりますので、言っていただければと思っております。うちの方でデポ探せますので、はい、おっしゃってください。はい、なので、お下取りがあるよっていう方で、配送ご希望という方ですね。例えばの話、こちらのバイクが横浜デポに到着しましたってなったら、お下取り車両で横浜デポまで行っていただいて、横浜デポでこちらのバイクに乗り換えて、こっちに乗って帰るっていうふうにすると、お乗り換えがスムーズになるのかなと思っております。はい、で、最後はですね、決済方法なんですけれども、当店にご来店いただいて現金でお支払いいただく、もちろん大歓迎でございます。はい。あとはですね、キャッシュレス決済の方も最近多くなってまいりました。はい。あとは当店の銀行口座にお振り込みいただくっていうことが可能ですし、あとですね、やっぱりこう高い買い物なのでローンをする方も非常に多いです。はい。で、ローンはですね、当店のアプラスっていうローン会社を扱っているんですけども、アプラスのいいところは T ポイントが貯まるんですよ。はい。で、頭金ゼロ、全然大丈夫です。はい。あとはですね、ボーナス払いって言って、月々1万円ずつ払っていくけども、8月で、プラス5万。1万払っていって、12月でまた5万みたいですね。こう、ボーナス払いも可能でございますので。はい。あとは最長10年までですね、ローン組めますので、まあ、お電話いただければ10分ほどでシミュレーションできますので、おっしゃっていただければなと思っております。はい。そんな感じですね。ネットでも結構 R1000 の系譜みたいな感じでまとまってるので、それを見ていくとめちゃくちゃ面白いですし、この年式の鈴木8台どうだったんだみたいな感じで調べるとまたまた面白いので、もう本当にですね、鈴木ファンにとってはこの K7K8 ってのはたまらないんですね。はい。そんな感じで非常におすすめのですね、K7 が入ってきました。珍しいオレンジです。はい。お問い合わせお待ちしております。はい。それでは鈴木の GSX-R1000 のご紹介でした。